ハルシュカラプトルは、後期白亜紀のモンゴルに生息していた、デーノニコサウルス類の小型肉食恐竜。タイプ種ハルシュカラプトルエスクイレーのみが知られている。水星と陸星の両方に適応していた。ハルシュカラプトルのホロタイプ標本は洞窟された、ものであった。産地は、モンゴルの上部白亜系、ジャドフタ層と推測される。モンゴルでは化石の洞窟。 密輸が禁止されているものの、根強く続いており、ハルシュカラプトルの化石は中国を介して、ヨーロッパの市場へ送られた。反密輸主義の立場を取る化石ディーラーのフランソは、エスキュイリエは、密輸化石をモンゴルに返還していたところ、本属の化石が出品されていることを知り、ベルギー王立自然史博物館の古生物学者に連絡を取った。 その後、ボローニャ大学のアンドレア・コーラが化石の存在を知り、研究に着手した。ハルシュカ・ラプトルは2017年に新属新種として、記載、命名された。俗名は、近縁な獣脚類恐竜の発見者であるポーランドの古生物学者、ハルシュカ・オスモルスカ、種商名はエスキューリエの県名である。全長約1メートル。頭部や頸部は、 原生鳥類のガチョウや白鳥に類似する一方、全種はペンギンのようにヒレ状であり、胴体部の骨格にはベロキラプトルのような飛鳥類型小型獣脚類の特徴が見られる。当時の研究者らはこの特徴に驚き、かつてのアーゲオラプトルのような絶造化石である可能性も考えた。ハルシュカラプトルはその形態から水性適応をしていたと考えられている。 口内の小型の葉は小魚の捕獲に適しており、柔軟性のある石柱やヒレ状の前足は遊泳に役立ったことが示唆されている。さらに噴部には現在のワニや水鳥にも確認されているような血管や神経が通ると思われる空洞があり、視界の悪い水中で触覚を鋭敏にして獲物の探索に役立てていたと推測されている。頸部は長く伸びてかつ柔軟であり、 原生の詐欺のように獲物への不意打ちに有効であったと、される。股関節の形状も水を蹴ることに適していた一方、孔子は十分に自重を支えることが可能で、完全に生活拠点を水中に移したのではなく、陸上にも適応していたことが示されている。水中用の前足と陸上用の後足というに、タイプの運動機関を有する、貴重類型恐竜としては、本種が初であった。 なお、1億6千万年以上にわたり、栄えた恐竜には、現在見つかっているよりも、はるかに多くの種がいたとされており、その中には、ハルシュカラプトルの他にも、水性適応した恐竜がいても不思議ではない。例えば、韓国で発見された、コリアケラトプスやエジプトのスピノサウルスは、水性適応が有力視されている。ありがとうございます。